株式会社アスパーク A 賞、アスパーク CO リミテッドは技術系、科学系、医療系の労働者派遣事業を中心に事業を展開している日本企業。電気自動車でありハイパーカーであるアウルの開発で知られる。2005年10月に会社設立2014年1月14日付で持ち株会社制に移行。北は東北から 南は九州まで、北海道と沖縄を除く全国で、事業展開しているほか、タイとインドネシアに、現地法人やオフィスを有する。中心となる技術系人材派遣事業のほかに、医療系人材派遣事業も行っている。株式会社イケアフォーミュラの協力のもと、0時速 100km を1.69秒で、走破する EV ハイパーカー、アスパークアウルを開発し、 2017年9月12日から開催されたイヤ2017で公開した。2000年代2010年代アスパークアウルアスパークアウルイヤ2017に出展されたコンセプトバージョンプロダクションバージョンイギリスはオックスフォード近郊のブレナム宮殿で開催されたサロンプリーベイコンクール D ・エレガンス20にて2020年代イケアフォーミュラの協力のもと開発された EV ハイパーカー。2017年9月12日から開催されたフランクフルトモーターショーでコンセプトカーが一般公開された。バッテリーにはリチウムイオンポリマー二次電池を採用し、乗降用ドアはバタフライドアとなっている。モーターショー後は日本の栃木県で開発が続行され、2018年2月11日の 試験では0時速 100km 加速タイム1.69秒を記録し、0時速 100km 加速で史上最速の自動車となった。この時点では最高速度を追求できる段階には至っておらず、同年11月のインタビューでは、吉田新京社長が時速 280km までは余裕で出せるところまで来ていると語っている。そして、 2019年11月12日からドバイで開催されたドバイ国際モーターショーに出展した段階では最高速度時速 400km を歌うようになった。2019年に発表された市販車のプロトタイプを経て2020年9月下旬に市販仕様が発表され同年12月に発売された。50代限定の受注販売で価格は350万ユーロ。 日本円で4億6000万円。初言にある最高速度は市販プロトタイプによって達成された。またこれにより、同社は史上最速の行動を走行可能な電気自動車となった。なお、史上最速の電気自動車としては、リマックアウトモビリが2019年に発表したハイパーカーコンセプト2が時速4 1 2トルを記録しており、 それより後に持続 400km を記録したアウルは、周囲に立つ機会を逃すこととなった。反面、加速性能では、コンセプト2よりも優位に立っている。また吉田によれば、現在のところニュルブルクリンクノルドシュライフェイでの、タイムアタックについて、挑戦の予定はないという。パワーや、加速だけでは攻略できない、総合力を問われる世界であり、たやすく取り組めるものではないとしながらも、 将来的には挑戦する意志があると語っている。ギャラリーその他フランスのモバイルゲーム、アスファルト8エアボーンでは、ハイエンドクラスエスカーの新車種として2020年4月中旬に本社が登場している。ありがとうございます。